パターンの結果ですが、23年度の3万8000人の対象者のうち二次検査は186人でしたが、昨年内にすべて、受診しております。で、受診希望者が 87.1%、そのうちの 93% の151人が二次検査のが終了しているということで、そのうちの33名、22%はいわゆる A1、A2 に判定が見直されて次回の停止を進められたものであります。また残りの118例 78% は通常診療へ現在移行しております。で、その中で、診断基準によって細胞診をせず超音波診断のみで、通常診療で経過観察されている方が 35%、 42名で、65%、 76名が超音波診断の結果細胞診をすることが望ましいと判断されまして、細胞診を実施しております。で、実施した結果としては、10例が悪性もしくは悪性疑いで、細胞診の結果として良性もしくは正常というのが66例でございます。で、10例のうち3例はすでに手術等で、診断が確定して甲状腺がんが確定しています。で、24年度に関しては549人中、現在のところ56人と1月28日現在ですが、2月からは毎週30から40名の診断ということで、進んでおります。ぜひ先生方活発な議論よろしくお願いいたします。はい、伊坂先生どうぞ。10例の精密検査の中で、腸がんが3例あったということだったんですが、どの地区で、どの程度のところで出たかということをご質問お伺いしたいと、それからですね、24年度の精密検査の中お一人、それのフォローというか、それの結果が出ているかどうかをちょっとお伺いしたいんですが、そのようにお願いします。はい、ありがとうございます。まず、その3名の診断が確定した方の地域をということですが、まだ3名で、それぞれ、個人の情報ということで、それはご本人との相談とご家族との相談から今のところ開示できない状態です。ただ、ここから類推していただきたいのは23年度実施市町村の中であるということです。あと後半 の、 24年度の精密検査というのは多分 C 判定の一例のことでしょうか。それは、私ども C 判定というのは直ちに検査した方がいいだろう、これは 1D 検査超音波の所見からしか情報はありませんので、それで直ちにお呼びして検査をするということで、現在、直ちにお呼びして検査をして、通常の保険診療のレベルで検査を施行しているところでございます。以上です。ありがとうございます。はい、ご指摘3人 の、 その甲状腺がんと診断された患者さんについては個人情報の懸念がありますので、可能な範囲でお答えいただければと思うんですけれども、そのがんといいましてもいろいろなその進行度合いがあると思うんですが、それはどのくらいだったんでしょうか。といいますのはそれによりまして、その今の、その科学的知見、医学的知見の範囲の中であっても、おおよそその、その発がんプロセスが始まった時期、何年前とか、そういうことがある程度その予測できるのかなという思うものですから、それをお聞きしたい。もう一つは県外拠点、県外受診の方法について、もう少し詳しく教えてください。まず3例の方の詳細については、それぞれお答えできませんけど、すべて、いわゆる病気分類と1点、ステージ、病気分類1点と、その総計にどのくらいの増殖期間でできたものかというのはそう簡単には推計できるものではありませんが、通常の甲状腺がんであるということはここで申し上げます。あと後半の学外の検査
県外の検査実施についてですけど、県外検査実施というのは、それぞれの、まず県外の今契約した施設が公表されています。で、それに該当する、要するに県内の受診されている方と同じ、同じ居住区域の方は順番がちゃんと回ってきますので、その順番で通知がいきます。で、通知されたところを自分で、好きなあの施設を選ぶ。で、選んだのを我々のセンターに送ってくれると、そこでそこに、予約を取って、いつ行ったらいいかという予約もご本人と取り合いながらその病院に連絡する。その間を取っているのは私どものセンターでやる。一括してそれをやらないと、ここの病院だと他の病院に急に、希望された時に全く連絡が取れませんので、やはり、こちらのセンターでやりながらそれを自由に選んでいただけるようになっています。やっぱり甲状腺がん3例についてお伺いしたいんですけど、確か去年の9月頃だったと思いますけど、この3例のうちの1つだったかと思いますが、1例のがんが報告されたと思いますが、この3例の中にこの1例が入っていらっしゃるのかどうかと、それから同様にやっぱり去年の暮れぐらいに C 判定の方がいらっしゃるということでしたが、その中にこの それもこの中に入っているのかどうかというところをまず教えてください。まず 前半のことは、昨年の1例というのは、まあ、今日の3例という中に含まれております。含めて3例ということです。あと C 判定は、3ページを見ていただくと分かりますように、24年度実施分のところに、書いてありますので、24年度実施分が取れているですので、24年度の方が二次検査は遅く始まっているわけですから、直ちに追い違うので、すぐに検査をして、先ほども申しましたように、お呼びした後はそれほど急がないで、通常の診療保険診療で、検査を粛々と進めています。はい、このがんの問題ですけれども、データがあると一般の方は非常にそれでたかということになっちゃうんですね。ただ私ども医師としては教育の中でですね、発がんするには、まあ、イニシエーターとプロモーターとありまして、で、一つの健康細胞がそういったもので刺激をされて発がん化するまでには5年10年何十年とかかかるというふうに教わっているわけですね。で、実際に最近のいろいろな遺伝子の問題では早いもので5年ぐらいということだったので、今の治療官は先ほどの鈴木先生の説明で通常のがんと、その辺をはっきりとお話ししておかないと県民の方も戸惑うのかなと思いますので、その辺のところはどうなんでしょうか。ありがとうございます。先生、これは先行調査ということでお説明いただければと思います。はい、ありがとうございます。その通りで、当初基本調査の方でも現在のところ占領で健康の影響が出る量ではないというコメントがあったわけですが、それも含めて、我々、まず、最短でチェルノブイリで4年5年で甲状腺がんが増加したということの情報からこういうことを始める、その 4,5 年から見るのではなくて、その前に、存在するそれぞれの甲状腺の状態を把握するということのために、この先行調査が来年までに一回り終わるわけです。そのために行ってますので、当然そういう先行調査でもともとあったものを発見している可能性が高いということであります。で、実際今までの得られている情報からはそれを覆すものはない。ただ断定をするとかそういうことはこれからは粛々と症例を見ながらきっちりと検討はしていく必要があると思うんですけど、今までの我々が医師として、科学者として、そしてこの検査を施行するものとして得られている情報の中から総合的に判断すると非常に考えにくいという、通常の甲状腺がんが見つかったものと思われるということであります。ありがとうございます。はい、佐藤君。プライバシーの問題が大変難しいという話をお伺いしていながら、こういう質問するのは大変恐縮なんですけど、差し支えのない範囲を教えてください。まあ、3例が確定診断までいっているということで、残り7例も含めて10例ということですが、
大雑把な感想で結構でございますけど、地域的な集積性の問題とか男女別とか年齢層とか、なんか特別なこう、なんですかね、こう 特徴みたいなものが感じられるのかとか、感想で結構ですので教えてください。まず細胞診は確定診断でないということが一つですが、細胞診の中で悪性もしくは悪性疑いがあるということは、23年度の2次検査がほぼ終了しているということでご報告申し上げましたが、その中で、どういう特徴があるか、10人くらいですと、この国指定の避難地域何か所かございますが、どこかに偏っているということはございません。ですが、最終的には統計計算を正確にしなければいけないと思いますけど、それと、あと平均年齢は、この10人の平均年齢は15歳で、ありますで、使用権も、この人たちの対象になる使用権というのも大体15人が平均で、男女差は、男性が3人、女性が7ですので、通常の甲状腺使用の頻度と大きく変わらないと思います。特にこれ対象が思春期以降の人ですので、そういう頻度になるかと思います。少し専門的になりますけども、先生、これは細胞診でがんと診断受けるものは乳頭がんだけなんですけども、はいはい、そのように理解してほしいでしょうか。はい、そうです。はい、はい、大分県の明石です。今回の調査でこの分かったのというのは、いわゆる超音波でやっと分かったということで、もちろん当然症状とはないんでしょうけども、直進症ではなくて超音波でいろいろな線形を見てみてやっと分かったという。はい、もちろんそうです。無症候性という我々の世界では言いますけど、全くこういう検査をしなければ分からない。単純に計算しますと、3万8000人スクリーニングをして10名の疑いを含めた癌が起こるということになりますから、そういう意味ではおそらく世界中どこを見てもこういう研修がやっていません。検査者がやっている精密度の高い、しかも非常に精度感がされたこういう数多い対象者がいるので、今回先生が個人情報であまり解除できませんけども、一応患者はそのように理解していいということでよろしいでしょうか。はい、あくまでも確定はしてませんけど、そういう疑いがあるということで今検査を進めています。